コロナ禍の落語界はいろんなことがありました。ひどかった、もう本当に。で、仕事も選んでないから、もういろんなところで落語をやりました。一番そうですね、印象の頃やっぱりキャンプ場で落語。はい、なんとかなる。はい、はい、はい。このね、落語って音に弱いんです。例えばここで携帯が鳴ったらみんなそっちに行くし、誰か立ったら、あ、立ったって思う。ね。だから、それぐらい弱いのに、屋外のキャンプ場は一番苦手なとこ。だから、それはもうせっかくオファーいただいたし、ちょうどね、で、長野県だったんです。群馬か。どっちかな、あれなんですけど、軽井沢だったんですね。で、一人じゃちょっと不安だったから、できたくんっていうね、僕の同期のよくこの落語家に出てくれるね、ちょっと声の高いね、男がいて、同期の男がいて、芸人の。それできたくんと二人で行ったんです。で、できたくんっていうのは、こう、紙キーの発泡スチロールバージョンみたいな形で、まあ、いろんな作品を作る芸風なんですね。で、その二人と行って、で、なんかわかんないけど、前乗りしてくださいと。え？つって、朝行っちゃダメなんですか？あ、すいません、ちょっと、早朝ヨガの次は早朝落語なんで、不思議な回だなと。うん、ヨガの後に落語やるんだ。あ、まあまあでもそれはいいだということでね、じゃあ行かせていただきますって言って。で、軽井沢っていうのは結構遅くまで新幹線があるんです。で、僕もね、だからその日、前の日、ちょっと仕事があったから、9時ぐらいに東京駅出たのかな。で、10時ぐらいには着いて、ただもう警官をね、こう、ちゃんと守るために、街灯とか全然ないんですね。で、運転手さんとこう行って、なんかもうバーって真っ暗。なところバーって行くんですよ、タクシーでね。で、そのキャンプ場一応住所行って、で、運転手さんバーって行って、もう真っ暗だからなんか怖いんですよね。で、できたくん怖いねみたいな、いや、まあ、いいえ怖くない大丈夫だよみたいな。で、とりあえずなんか着いたっぽいよみたいな言うから、運転手さん多分ここですねなんて言って、矢印ここですからって言って降りて、で、プルルってその主催者の人に電話したら、あ、すいません着きましたって言ったら、あ、わかりました、じゃあ今探しに行きます。あ、探しに来るんだって本当にこうやってランプ持ってね、トムさんですよ、あ、そうです、よかった、ちょっと時間ないんで今からリハーサルを、リハーサル真っ暗ですよって、今からもう時間ないんでって、で、その会場らしきとか見えないんですよ、真っ暗で、で、とりあえず懐中電灯ってこれでリハーサルをって、で、僕ら二人でね、何怪談話するような感じでね、多分ここですね、高さはみたいな。で、まあまあ、で、結構ね、キャンプしてて、長野県は、そう、あそこ長野県だから、長野県はね、ちょうどマンボウとか引っかかってなくて、ちょっとお酒も飲めたりとかして、ああ、よかった、こんな時期にラッキーだね、今年の6月かな、よかったーなんてこと言って、で、まあちょっとお酒飲んで、僕も別でできたくんと離れて打ち合わせとかいろいろして、で、あくる朝、ね、早朝ヨガの後、落語ということでね、こう、一応、その出演者のところにだけじゃ、こう、テントがあって、で、お客さんは全部もう屋外で、みんなヨガやってて、結構盛り上がってるんですね。で、その後、すぐ入れ替えで落語ってことだったんですけど、やっぱ普段の行いが悪いんでしょうね。ちょうど、ヨガと落語のたった10分ぐらいで大雨。ブワーって急に山の天気で。で、もうスタッフさんが、撤収！えっつって、どうするんですかって言ったら、とりあえずあちらに大きな山小屋がありますんで、あそこで待機しててくださいって言って。まあ、その時にね、僕はね、ふとね、あそこで落語やればいいんじゃないかと思ったんですけど、まあ、それやめとこうと。もうね、準備してくださってる。あ、じゃあ分かりましたって待ってて。で、大丈夫ですかって、大丈夫ですっつって、でも40分ぐらいやまないんですよ。困ったなみたいな、次のいろいろイベントもあるしみたいな、あー、ついてないなみたいなね、なんか僕らが悪いみたいになってきてね。で、どうしますって言ったら、じゃあ分かりました、今お客さんがもう大きなテントで待ってますから、このステージ上のテントと大きなテントをくっつけるんで今から移動しますって言って、すごいみんなでテント持って、で、そのね、大きなテントが離れてるんですよ。そこまで、なんでしょう、イメージ的にラクダのコブみたいな感じでね、こうガチャンってガチャンってやって、で、お客さんの前で一応落語やるんですけど、みんなね、一応テントとかね、ちょっとこう雨漏りしてて、傘さしてるからね、で、山でね、雨も降っててね、6月です。みんな震えてるんです。こんな状態で待ってて受けるわけないんですよね。でも一生懸命落語やって、で、できたくんもやって、まあ、とりあえず終わったと。で、これを回はですね、実は、井浦新さんってご存知ですかね、俳優の新さん。英語で新って名前から井浦新さん。井浦新さんが主催というかの、ディレクターを務めるファッションブランドが、そのプロデュースしているキャンプイベントなんです。で、そこで、あ、そういうのもあるんだと思って、で、新さんもね、当日挨拶してくださって、トムさん、はじめまして、井浦新さん、もうすごいかっこいいですよ、もう背高くてね、で、まあ、いい人、あれ、もう本当にすいません、やりづらかったですよね、で、もうここまでやりづらいって言いたかったけど、いやいやいや、もういい勉強させていただきましたみたいな、本当に楽しかったですって言ったらね、井浦新さんいい人だから、じゃあ来年もお願いしますって来年も、あ、でも、はい、ありがとうございますなんて言って、いや、僕ね、落語が大好きでみんなに広めていきたいんですよみたいな、で、すごい真面目な方でいい人でね、あ、本当ですか、ありがとうございます、本当にお招きいただきましてなんて言って、じゃあ僕ら終わったんで帰りますって、あ、じゃあまたよろしくお願いしますなんて挨拶を終えて、できたくんと二人でね、
軽井沢駅まで向かったんです。そしたらできた君っていうのはちょっとポンコツというか天然ですからね、いや大変だったねこういった感じ、いや大変だったねっつって、大変だったねっつって、でもいろいろまあなんかエピソードできたねみたいな、まあできたねなんて面白かったねなんて、いやさ俺実はさトムに言ってなかったんだけど、俺アルタさんとさ大ファンでさ、そうなの、付き合いなわけ知らなかったよ、そうなんだよ、だから前日さトムいない時にさアルタさんいてさ、もうちょっとなんか乾杯とかしちゃって、あとなんかいろいろこう何あの映画見ましたとかさ、なんかあのドラマ見ましたとか言って話しちゃったよみたいな、よかったよお前、意外と見合わなんだ、そんなとこあんだみたいな、そうなんだよ、でもさびっくりしたのは新田さん当日いなかったね、いや言ったじゃん、どこにみたいな、いやいやできたこと俺の終わった後ずっと話してた、やりづらくなかったですかとか、来年もあの背の高い人って、ごめんどういうこと、ちょっと待ってっつって携帯で、あ、新田さんってさこの人じゃないのって、いやいやいや古田新田さんじゃないよってちょっと待って井浦新田さんだよ、じゃあ俺はどこの新田と喋ったら、いやどこの新田か分かんないよって、古田新田なんていないよって、どんな人、いやなんか登山帽かぶっててさって、赤ら顔で T シャツに短パンだったからって、確かにあのキャンプ場って古田新田みたいな人ばっかりなんですよね怖いなと思って、いかがでしたか。あ、改めまして私は三遊亭トムと申します。僕のこと Do you know me? チャンネル登録できるのはこれを見てるあなたのみ。 You know me! よろしくお願いします。